島根県は三瓶山に向かっています。というかもう着いてます。まあね、行き先を決めていかないのでに着くのが遅くなるのが世の常というわけで、まあ、今回も昼に家を出て行くので、まあ着いたのが3時半頃になったね。私は仕事がないのでね、家事手伝いとかしとるんですよね。洗濯、掃除、まあその後天気が良ければ、まあ気分が乗ればね、あのバイクに乗って出かけるというスタイル。まあ、足の向くまま、気の向くまま、気楽な家業と北の村やと言いたいけどね。まあ、一点豪華主義というか、別にハーレーに乗ってるからといって豪華というわけじゃないんだけど、まあ大したことじゃないよね。で、明日は無職なんだけど、そういえば新聞屋の友達がうちに来てね、バイクを見せてくださいやと言ってきたことがあってね、見せたことがあるんだけどね、でそいつの言うことが、まず椅子が買おうか生意気なとか言ってね、でのたまうんよね。でバイクはこれだけかと言うしね、でまあ足のはこれだけじゃと答えた。まあちょっと考えると、まあよく聞いてみるとやね、最近新聞配達する人がいないらしいね。そこで暇にしてるわしにやらせようとしに来たんじゃったんだろうね、きっと。まあ原付バイクを持ってなかったので、その目論みは失敗というわけよ。まあね、人を利用してやろうかというのが多いよね。まあハーレーはね、大は小を兼ねないので、隠してずっと馬車無職である。新聞配達はね、学生の時やったけどね、朝早いのはもうどうも辛いよね。とはいえ仕事を世話してくれて
ありがとうと言っておきましょう。もう退職してから4年以上過ぎたんでね、もう仕事をしようという気になれんよね。そういえばね、最近ね、船のエンジンのベンチ耐久試験者をね募集しとるけど、今回って言われたけど、まあ60歳以上で経験者募集中とのことなんだけどね。でもやっぱり嫌よね。なんでもね、水素エンジンの開発で必要な人材が足らんらしいね。車のエンジンならね、経験もあるんだけど、まあ60過ぎてからやるいうのはちょっと厳しいよね。まあ造船業界も大変なんだろうけどね。まあおっさんの独り言で今回も終わりましたが、まあいつものように記念撮影で今回は以上、おしまい。